雨が降り始めています。神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃。打席には7番バッター坂本。スワローズフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ、勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。ここは三振を取りたいですよね。そうです。ここは勝負をしません。申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。ここはキーポイントになるかもしれませんね。さあ、この場面でバッターボックスには8番の小畑が入っています。まず際どいコースをついてきました。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。まあ次はもうフォークで三振取りに行ってもいいと思います。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ここは落ちるボールで三振を取りに行きました。満塁は変わりません。初球打ち、ボテボテ抑えた。二塁送球、際どいタイミング、二塁アウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。勝ち越しのチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。3対3同点です。試合を制したのは東京ヤクルトスワローズです。赤星さん、今日はよく戦ったと言ってもいいんじゃないですかね。まあそうですよね。相手エースを打ち崩しての勝利ですからね。これは価値のある一勝と言えるんじゃないでしょうか。はい、この勝利でさらに勢いがつきそうです。勝ったヤクルトスワローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。